プロゴルファーザルは、藤子藤尾アによる日本のゴルフ漫画作品、またはそれを原作とする、テレビアニメ、アニメ映画である。1974年から1980年に、少年サンデーで連載された。少年漫画初のゴルフ漫画であり、掛けゴルフを制御とする野生児、サルマルが様々なゴルファーとの対決を繰り広げた末に、プロテストに合格するまでを描いている。 本作における世界には、現実世界には存在しない、裏のゴルフ界はあり、現実離れした、高等無形のキャラクターや、技、ゴルフコースも多く登場するが、風速、残り距離、芝目などといった、基本情報はしっかり書き込まれている。また、1982年から1988年に、コロコロコミックにて内容をより、低年齢向けとした、 新プロゴルファーザルが連載された。前作で本物のプロゴルファーとなったサルマルを描いているが、内容としては前作と同様に裏のゴルフ界からの資格との対決がメインである。1982年に2時間スペシャルで、1985年から1988年にシリーズとしてテレビアニメ化された。1999年には、 ビッグコミックで20年振りの新作、猿が不定期連載された。新とはパラレルとなる物語であり、旧作で受けたプロテストが無効になったためプロになることを放棄した、猿丸がアメリカに渡り、ゴルフ試合を繰り広げるストーリーとなった。ミスター X を中心に関係する人物や影のプロゴルファーたちについて記述する。 影のプロゴルファーは、ミスター x のゴルフ組織に属する非公式、非合法的なゴルファーたち。様々な事情で、表社会にいられなくなったもの背を向けた者たちが、元プロ、アマチュアとわず集まっており、ミスター x の指示と命令によって、非合法のゴルフ勝負を繰り返している。常識的なゴルフでは考えられない風貌や、プレイスタイルのものが多い。ファンによっては、 名前が変えられたか削除されたり、別の人物の名前に置き換えられたものもある。これらの技を組み合わせた合わせ技もある。コースの距離単位は作品により、ヤードとメートルが混在している。アニメではメートル表記に統一されている。新鋭動画が制作。テレ朝チャンネルの新鋭アニメシアターにて再放送されている。テレビアニメ化は、 藤子藤士 a からテレビ朝日編成開発部の高橋博史に提案されたもの。一人しか記載されていない場合は突起ない限りテレビシリーズのキャストとする。1986年3月15日から東方系で公開。ストーリーミスター X は富士山麓に長年の悲願だった遊園地を模した大規模なゴルフのアトラクション施設スーパーゴルフワールドを完成させ。 サルたちに招待状を送った。早速、スーパーゴルフワールドでいろんなアトラクションを楽しむが、ふとしたことでコマルが誘拐される。コマルの身柄は、ミスター X に確保され、助けるためには、ミスター X の三人の資格に勝利しなければならない。かくして、サルは三人に勝利したものの、今度は、ゴルフロボットのタイタンツーが、スーパーゴルフワールドのシステムを支配し、 猿に新たな試練を課してきた。キャストスタッフ主題歌その他本作では、プロローグとオープニングに、パーマンや忍者ハットリくんのキャラたちと、藤子作品に登場する小池さんが隠れキャラとして登場している。1987年3月14日から、東方系で公開。ストーリーザルたちは、 ミスター X から忍び谷カントリーに招待され、3人の資格と試合をすることになったが、実は忍び谷の開発行為をめぐって、猿に試合を持ちかける口実でもあった。3人の資格との試合に勝利した猿に対し、ミスター X は新たな資格を送り込んだ。キャストスタッフ主題会外ずれもコンビ解消前の藤子、F、藤尾によるもの、ありがとうございます。